お待たせいたしました。はい、よろしくお願いいたします。まず冒頭に私から2点お願いをさせていただきたいと思います。一つ目は夏の交通安全県民運動についてであります。7月11日から20日までの10日間にわたり夏の交通安全県民運動が実施されております。今回の運動は重点として高齢者の事故防止、飲酒運転の根絶、後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底の3点を掲げて、警察や各市町関係機関団体等が一体となって啓発パレードや街頭キャンペーン、街頭指導取り締まりなど県民総ぐるみの運動として展開されているところであります。ご承知の通り、本県においては去る6月、交通死亡事故が相次いで発生したことから、交通死亡事故多発警報を12年ぶりに発令したところでありますが、特に本県の特徴として、65歳以上の高齢者の方々の交通死亡事故が非常に全体の8割を占めるというような状況でありまして、今後とも高齢者の関わる事故の増加が懸念されているところであります。県といたしましても関係機関団体等とさらに連携を強化しながら交通事故の防止に取り組んでまいりたいと考えておりますが、ぜひ県民の皆様方にもこうした警報発令に至った県下の厳しい交通情勢を十分ご認識いただき、この夏の交通安全県民運動の機会に今一度交通安全について認識を深め、交通事故防止へのご協力をお願い申し上げたいと存じます。2点目はサマージャンボ宝くじの発売開始についてであります。サマージャンボ宝くじの発売が7月18日火曜日から始まります。今年は1等前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじ、そしてサマージャンボミニ1億円に加えまして、サマージャンボプチ100万が新たに発売されることとなります。この宝くじの発売に伴いまして、本県出身で今年の幸運の女神を務めておられます染岡由紀さんに本県にお越しいただき、8月1日の12時から県庁玄関ロビーにおいて宝くじ販売会を開催することといたしております。この宝くじの収益金は公共事業や芸術文化の振興など県内のさまざまな事業で活用されておりますので、ぜひ県民の皆様方には県内でご購入をいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。以上2点お願いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではご質問をお受けいたします。まず幹事社 NBC の山口と言います。よろしくお願いします。まず新幹線についてですが、今日国の方で技術評価委員会がですね、開かれておりましたが、これに関してですね、知事の方で、ご存知の範囲でのですね、情報に関してこう感想とかそういったものを伺いたいというところと、あとちょっと漏れ聞くところではまたそのフリーゲージトレインの開発にさらに時間がかかるという方向になっているのではないかという状況のようでもありますが、県議会なんかでですね、質問もありましたけれども、いよいよその中村知事と佐賀県山口知事のこの人間関係をですね、生かしてですね、その古い企画とかそういった部分でのこうお話し合いを進めた方がいいんじゃないかというようなこう発言もありましたけれども、その辺について改めてちょっと聞かせていただければと思います。
まずですね、今日 の基幹改変技術評価委員会の結果でありますが、委員会自体が非公開で開催されておりまして、まだその内容を把握できておりません。本日夕方本県職員に対して、国土交通省から説明を受けるということになっておりますので、その説明の状況を把握した上で、後ほど取材に対応させていただければと考えているところであります。では石木ダムの件ですけれども、はい、ダム本体部分のですね、土地収用に関してですね、近くその収容委員会の結論が出るのではないかというふうな情勢になっているかと思うんですが、改めまして、今後のですね、取り組みというかスケジュールというかですね、どういったふうにこう考えておられるのか聞かせていただきたいです。ダムの本体工事を進めるためには、まずは未取得状況になっております用地の取得を進めるということが大前提になるわけでありまして、現在収容委員会で審理が行われているところであり、スケジュール完登については、この収容委員会の方でお決めになられる状況で、その結果をお待ちしているという状況であります。ただ工事に着手するためには、ご承知の通り、その前段階として付け替え県道工事が必要になってまいりますので、現在この工事の進捗に向けて全力で取り組んでいるところでございます。道路に関しては、なんかいつぐらいまでにこう仕上げたいとか、そういった部分の見通しとかいかがですか？付け替え検討工事は今年度予算で、事業を進めておりますので、非常に厳しい妨害行為等も続いている状況にあるわけでありますけれども、侵入防止柵の設置、あるいは新たな詰め所の建設など、工事を進めるための環境は一定整いつつありますので、今後工事自体の進捗に全力を注いで早期完成を目指してまいりたいと考えております。幹事社の西日本支部重川といいます。新幹線については、後ほど取材に対応するということですが、ちょっと重ねてお尋ねしますが、これ過去の質問でもありましたが、あくまでフリーゲージにこだわってその技術の完成を待たれるのか、それともどこかで線引きをして別の形を求めるおつもりなのか、まずこの点お願いします。これまでフリーゲージトレインを前提に認可着工に至って工事が進められてきたわけでありますが、今日の基幹改変技術評価委員会でどういった報告がなされ、審議がなされたのか、その状況によって、選択肢が変わっていく可能性もあるわけでありますので、まずは、その動きをしっかり見極めていく必要があるものと考えているところであります。ここまでその、混乱が生じている原因とその責任の所在というのはどこにあるというふうにお感じですか？混乱というんでしょうか、新たなその技術開発が必要な事業でありますので、これはやはりその段階段階でのそういった課題をですね、一つずつ克服して完成車両を製造していくということが必要になってくるわけでありますので、その状況を総合的に見極めながら、全体として、九州新幹線西九州ルートの方向性を見定めていく必要があるのではないかと思っております。
もう一点お願いします。ちょっとこれ恒例のご質問で恐縮ですが、まあ、知事選に関連してですね、まあ、各方面でさまざまな発言や動きが相次いでいるわけですけれども、現時点でその参戦出馬のお考えというのは終わりでしょうか。まだまだ次の選挙のことについては考えていない状況であります。まずは残された期間、さまざまな県政の課題があるわけでありますので、そうした課題の解決あるいは地域の振興のために全力を注いでいきたいと考えております。それでは各社の皆様から読売新聞の松田です。先日議会の自民党の方が、一部の方たちが離脱して、会派を作られたと思うんですけども、それに対して知事として県政にどういう影響があるかお考えか教えてもらってよろしいですか。突然のことであって大変驚きましたけれども、いろいろなお考えがあってのことであろうと思いますので、県政についてどういった影響があるかということについてはいかんとも申し上げがたいところであります。引き続き県政推進について、お力添えをいただけるものと思っているところでございます。共同通信の西山と言います。2つありまして、1つがですね、18銀行が福岡フィナンシャルグループと の統合に関してですね、延期するんじゃないかというような話が出てまして、それで、その統合に関して知事どういうふうに受け止められているかというので、もう一つが昨日ですね、被爆団体の方々がミサイル着弾避難訓練について中止を求める申し入れ書を出したんですけれども、中止する考えはありますか。この2つをお願いします。まず十八銀行と島銀行の統合のお話ですが、これはそうした構想のご発表をいただいた際にも申し上げたところでありますが、やはり大変厳しい経営環境の中で、これからの金融機関としての対応力を高めるために、統合という選択肢をご検討してこられたものと思っております。金融機関として地域経済の活性化に向けてさまざまな支援機能などもございますので、より地域の活性化産業振興に向けた支援体制を組んでいただけるものと期待をしているところであります。そういった考え方については今も変わりがないところであります。それから国民保護訓練を中止するようにという申し入れがあったんですか。ミサイル着、そういうふうに理解はしてるんですけど、7月に予定しておりました訓練自体は現在のように大規模災害が発生して支援体制構築している段階では、これは一旦延期をさせていただいたところでありますけれども、やはり国民を保護するという目的のもとで、さまざまな想定をし訓練を重ねてきた経緯があるわけでありまして、その一つの対応としてミサイル事案についても訓練を実施しようと考えているところでありますので、それについて、中止をしようといったことは今のところ考えていないところであります。どうぞ。長崎新聞の増倉です。先ほど共同通信さんからも質問があった国民保護訓練中止の要望についてなんですけれども、我々取材をしてて昨日ですね、危機管理課と、厳しい追及があった部分で、意図のしているところポイントを分けると、その国民保護計画というものに果たしてその実効性があるのかっていう疑問が、被爆者の方々はじめ根強くあるのかなっていう部分ですね。その国民保護計画の中に盛り込まれたその対応方法というのが現実とかけ離れているんじゃないのかと、
というような疑問があるようでした。それからそういった中でその訓練を実施したとしてもいたずらにその県民の不安を煽ることになるのではないかと、そういったその懸念が、まあ、あられるのかなというふうに私は理解したんですけれども、その一度延期ではなく中止をお願いするという申し入れでしたので、そのこの2点についてですね、その国民保護計画の実効性について、まあ、ミサイル事案についてどうお考えなのかというところと、その県民が不安を煽るのではないかという懸念に対して、まあ、どのように取り除いていく方法があるのかというふうに、その2点をちょっとお考えをお聞かせいただけないかなと思います。国民保護計画といいますのはさまざまな事案、例えばこれまで実施してまいりましたのは、テロ事案で ありましたり、あるいは化学物質等の被害を想定した訓練でありますとか、まあ、そういった場合の一つのケースとして、こういったミサイル事案というのもありえない話ではないと思っておりますので、まあ、あってはならない話ではありますけれども、そうした事態に幅広い県民の皆様方も参加していただいて訓練を行うということについては意義があるのではないかと思っております。まあ、確かに現実とかけ離れているではないかといったさまざまなお考えの方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはり現実的な場面を想定しながら訓練を実施し、さまざまな課題をやはり検証していく必要があるものと思っております。不安を煽るというご指摘かもしれませんけれども、これまで申し上げたようにさまざま事案に応じて、事態を想定しながら訓練を重ねてきているところでありまして、決してそのことが大きな不安につながっているとは考えていないところでありますので、ぜひご理解をいただければと思っております。どうぞ。18の件で追加で伺いたいんですけれども、まあ、新和さんと18銀行が合併した場合、まあ、1行になって競争先がないんじゃないないじゃないかというのがやっぱ公正取引委員会の見立てというふうに、まあ、言われてますと。その中で、まあ、地域の、普段融資を受けている企業の方からもかなり大丈夫かというような声があると。その辺やっぱ18さんに対して、まあ、18と神話の新しい銀行ができるとしたら知事としてどういう要望なり、こういう点に気をつけてほしいというのがありますか。それはやはり利用し金融機関を利用される方々に対してさまざまな選択肢を提供できる環境であるべきだというのはまさにその通りだろうと思っておりますが、ただそれぞれの金融機関として経営努力がなされて、まあ、シェアを高めていくという方向で努力されるのは当然であると思いますので、まあ、そういったことを考えますと、これからの努力の結果としてシェアが高まっていくということについてはそれはやむを得ないだろうと。しかしこういった統合の際に、一定の割合以上あるのは問題であるというのは直ちに、なかなか判断いたしかねる面ではないかなと思っております。私は朝日新聞の国家ですけども、またこの新幹線問題なんですけども、まあ、仮にその今日の技術評価委員会で、まあ、非常にその開発が困難だとかですね、非常に今後の開発が遅れるというような結果が出されていたとしたら、それをもう一度お聞きするんですけど、知事としてはまだリゲージはまだ導入する余地はあるとお考えなんでしょうか、それともある程度の期限を切って、まあ、新たな選択肢を考えるべきではないかとお考えなんでしょうか。それはですね、まずは状況がどういう状況であるのかというのをしっかりと
お聞かせいただいた上で判断せざるを得ないんだろうと思っております。国として現状を踏まえた上で、どう取り組んでいこうとされているのかというのも十分把握しながら検討をしていく必要があるのではないかと思っております。この判断に至っては JR、佐賀、長崎の3社で考えていくということを考えていらっしゃいます。一応開業については関係6社の合意がなされて、その合意事項の実現のためにこれまで関係先努力していただいてきたわけでありますので、改めてその合意事項が守れないということになれば、それはまたそういった関係者で議論を進めていく必要があるものと思っているところであります。それでは以上をしまして、どうもありがとうございました。